雨だけは降らなかったので、よかったですねえ。私のステージはなんともフリートークという台本なしの観光協会の菅井さんと一緒に体内の桜の名所についてね、お話しさせていただきました。開催地であったBG グランド、B&G ですね。のグランドの桜はちょっともう葉桜チックになっちゃってたんですけど、夏井っていう場所のね、夏井の千本桜はちょうど満開で、すごく私も見に行って綺麗でした。あ、たくさんのギフトありがとうございます。あら、しずくさんがフォローしてくれた。ありがとうございます。ねえ、コーティさんともまたお会いできて、しかも現地にね来てくださった方は知ってると思うんですけれども、7月に開催される、米粉フェスタの長谷川玲奈の参加が決まっております。コーティさんも一緒に来てくださるということで、去年の10月頃かなに開催されたんですけど、今年はちょっと夏ということで、夏の体内は非常に暑いので、ぜひ皆さんね、水分補給、まあ、たくさんね、お店が出店しているので飲み物あると思うんですけど、無理はせず楽しんできてほしいなと思います。ぜひね、今回来れなかったよって方は7月米粉フェスタに遊びに来てください。そしてね、8月の星祭りの方にも出演が決定して、決定してないんだまだ、でも出ます、きっと。星祭りのね方も出演予定ということで、詳細が決まり次第また皆さんねお伝えすると思うんですけれども、今年は結構たくさん体内にでのイベントが増えると思います。ぜひ皆さん新潟でねお会いしましょう。すごい、村上さん、さっき村上さんのアバターめちゃくちゃ懐かしい。長谷川のボールちゃんがいる。あ、ボールちゃんといえば、君は希望の光、ありがとう。なんか、なんかじゃないや、なんだっけ、あ、ちょ、待て、いろいろ喋りたいけど、とりあえず桜祭りの話ね。そう、桜祭りでは今回ね、主催がいつも観光協会の方なんですけど、青年部の方だったんですね。今回主催がいつもと違くて、なので、ね、出店しているお店もね、いつもの、お店じゃないところというか、初めてね見るお店も中にはあったんじゃないでしょうか。私は知っていましたけどはい、だからすごいちょっと新鮮な気持ちでね、桜祭り楽しめました。本当に楽しかったです。中条音頭と胎内音頭と茶道袈裟踊ってね、今回はお子さんと一緒だったんですけど、次また踊るってなった時は大人の皆さんとも一緒にね踊れるようにしたいって観光協会の菅井さんもおっしゃっていたので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。本当に体内に帰るとめちゃくちゃ温かい気持ちになって、本当に皆さん優しくて優しく迎えてくださるので、も体内に帰るのが楽しみで楽しみで、現地にね来てくださったファンの皆様のお顔も見れて本当に安心しました。嬉しかった。やっぱなんかね、自分の応援してくれるファンの方のお顔を見ると安心しますね。しかもやっぱりなんだろう、だいぶねもうマスクとかも緩くなってきたから、皆さんのマスクの下の顔が見えれるようになったというか、久しぶりだなと思って、でもそういう環境がねもっともっと増えたらいいなと思います。また来年ね開催できることを祈っています。そして私もまた出演したいなと思います。はいで、体内に帰った時にね、ツイッターの方では発信したんですけど、幼なじみと一緒にドライブしまして、ドライブして、何したっけ？あ、そう、夜桜見に行きました。夜桜という夜桜を私見た記憶があんまりなくて、初めてね、体内の夜桜ってめちゃくちゃ、なんだろう、
頭アップじゃないや、テントアップ何なんだっけ、ライトアップだ、ライトアップされているわけじゃないので、しかも山奥だし危険なのでやめてください地元民じゃないとね、やっぱ道路とか交通面はわからないと思うので、あの明かりがある夜桜をね見ていただきたいなと思います。でもすごく綺麗でした、夜も。やって桜とお星様一緒に見れたんだよ。そうで、なんかその後にあの胎内平に行ってきました。あの本当にその日ね、雲がなくて星空がめちゃくちゃ綺麗に見える日だったので、胎内平に行って星を見ててね、そしたらね流れ星がキラーンってめちゃくちゃ立派な大きい流れ星がね流れて、幼なじみとねみんなで見ることができて、めちゃくちゃなんか青春だなって思いました。めちゃくちゃ楽しかった。なんかほんとびっくりするぐらいね、私の年代学年幼なじみ仲良くて、みんな本当にね22になって、まあ同級生の中で23になってる人いるのかな、まだか、まだいないな。そう、まあ、20歳ね超えてからもこうやって仲良くできる友達がたくさんいるって幸せだなと思って。そう、なんか私ねこの間ちょっと悲しい出来事があって、うわーって思ってたらさ、でそれをね幼馴染に相談というかしたら、めっちゃ私なんだろう、私の気持ちになってというか、すごいね励ましの言葉とね、私の代わりにすごく怒ってくれてたでもなんかそういう自分のね親身になってくれる存在がたくさんいるので、めちゃくちゃ嬉しかったですね。親戚にも久しぶりに会えたしね、えなんかそうやって体内のイベントでね皆さんにお会いできるのもすごく楽しいし、体内の皆さんとお会いできるのも楽しいし、幼馴染とかね家族親戚に会えるのも楽しいので、本当に新潟に帰るときはめちゃくちゃ楽しみにして帰りますねえ。幼馴染っていいですよね、本当に幼馴染たくさんいるんです。保育園の時から中学までがねずっと一緒だったんだよね私は。だから余計にね仲が良くて、そう、そんな感じだったかな体内は。で今日ね発表されたんですけど、生誕グッズ皆さん見ました？まだ見てない方は私のツイッターの方にね投稿してありますので見てほしいんですけれども、ラインナップが出ましたよ。さあさあさあ、まずはですね、今回ポーチを作りました。あのボールちゃんグッズね作りたい、作ってほしいっていうお声をいただいていたので、何にしようかなって思った時に、ポーチって今までなかったなっていうのと、私が使いたいなと思ったのでポーチ作りました。本当はなんかこの白い余白ね消せたらよかったんだけど、なんかこのままパチって塗って、まあでもマウンドみたいでいいかと思って気に入ってます。キーホルダー付きということで、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。そしてもう一つトートバッグのデザイン描きました。今回白鳥ですね。今回の生誕のねテーマが白鳥ということなので白鳥描きました。なんか私はねこういうなんだ淡い感じのタッチがすごく好きで、これは湖から羽ばたく様子の白鳥描いたんだよ。あれだそうだよ、描いたんだよ。本当は歩きとルカを描こうと思ったけど、今回白鳥描いちゃった、ごめんね。そう白鳥で、このねあの右下のにこれは HR と書いてます。長谷川が描きましたよっていう証ね。そしてねもう一つデザイン描きまして、ハンカチタオル、まあ夏これから暑くなっていくのでね、タオルいくらあっても困らないでしょうということで、今回はちっちゃいハンカチのタオルを作りました。こちらの白鳥はね王冠かぶってちょっと可愛い感じに丸みのある
ハンカチにしました。みんな使えるんじゃないかなって思います。そしてブロマイドセット3枚入りですね。と中学生の私と、右側がね、これ白鳥を一応イメージしていまして、まあ中間、その私の中学、まあ生誕でね詳しく話そうと思うんですけど、中学はまあ黒っていうイメージで、今が白っていうイメージなんですけど、なので黒と白が入った衣装を着させていただきました。で真ん中がね、今回のこのね、これだ、ショールームのこの今画面になってるこのお洋服のブロマイドですね。そしてランダムクリアカードを全9種、これ長谷川大のお気に入りなので、マジでたくさんゲットしてほしいです。もうかぶったら配りまくってください。本当にめちゃくちゃ好きです。今回クリアカード作りたいっていう風にお話しさせていただいて、難しいかなと思ったんですけど、探してくださってめちゃんこいいので、本当に全9種できたら全部集めてほしいんですけど、たくさんゲットしてください、たくさんゲットしてください、はい、ゲットしてください。そしてランダム大カットステッカー、こちらね、今私の携帯ももちゃんね、大西ももかちゃんのステッカー貼ってるんですけど、同じシリーズですね。本当はステッカー作る予定なかったんですけど、まあ、写真たくさんいいの撮れたということで、ステッカー作ってもいいっていう風に事務所の方に聞かれたので、ぜひお願いしますということでステッカーを作らせていただきました。こちらランダムですね。これなんかすごい、どれも好きです。なんかどれ当たっても外れなし、まあ基本全部外れないシーンなんですけど、ぜひぜひこちらもね、ランダムということで全9種類ですね、ゲットしてください、よろしくお願いします。そして大人気アクリルスタンド、まあアクリルスタンド私もねおたかつするので、アクリルスタンドっていいですよね、本当にめちゃんこいい。しかもなんか今回ねちょっと面白い形もあるので、ぜひぜひこれ3種類なんですけど、全部ゲットしてください。はい、全部ゲットしてください、お願いします。はい、こんな感じでね、今回の生誕のグッズのラインナップ紹介だったんですけど、詳しい情報とか商品のね画像はツイッターの方に載せてありますので、ぜひぜひ見てください。後日ねオンライン販売もございますので、現地に来れないよって方は、通販の方をご利用してくださったら嬉しいなと思います。もう通販バリバリ使ってください。だから現地でもし買えなかったとしたら通販で頼んでください。現地で買えたよって方も通販で頼んでください、お願いします。そしてね、この生誕に至って皆さんにちょっとご協力をお願いしたいことがございまして、コーナーの一つでちょっと使いたくて、なんだったっけな、質問募集をねちょっと皆さんに助けていただきたい。私このショールーム後に生誕祭のご協力みたいな文面を書いてツイートするので、そこに例えば学生時代のね質問をしてほしくて、どうして野球部に入ったんですかとか、成績はとか、中学生の時どんな生徒でしたかとか、一番の思い出なんですかみたいな、簡単な質問でもいいし、めちゃくちゃ気になる、それこそ私が中学3年生の時にねアイドルになったので、なった瞬間周りの反応はどうでしたかとか、とにかくいっぱい聞いてほしいです。制限ないです、一人何個とか特にないので、できる限り皆さんが思いついた質問をね書いていただきたいです。質問のねお答えについては生誕当日にお答えしたいなと思いますので、ぜひ皆さんご協力の方お願いいたします。ぜひぜひたくさんのご質問来ること願っていますので、お願いしますっていうのが今日一番痛かったかな。ご協力案件、今文面書こう。生誕祭の、なんて言えばいいんだろう、生誕祭
答えします。断裁のコーナーで皆様制限ありません。気になる。ポンちゃんとデートするにはどうしたらいいですか？いや、それは中学生の、まあ学生時代の質問ではないので、お答えしません。ちょっとね、学生にちょっと基づいた質問だと嬉しいですね。音楽祭何歌ったの？とか、後輩からなんて呼ばれてたの？とか。自分の時代はなんだろう、こういうことやってたけど、私ポンちゃんの時はどうでしたかとか、ちょっと難しいかな。なんか思いつけば、あの思いつくだけ言っていただきたい。はい、高校も含んでいいでしょう。ぜひぜひお願いいたします。幼稚園の時代でもいいですよ。覚えてるかわかんないけど、お答えできる範囲でお答えします。あ、ねえ聞いて、あのもう生誕の話はおしまいでいいんですけど、あの私あの15歳の時に大谷翔平選手にあの投げさせていただいたんですけど、まあ、ご存知の方が多いかと思うんですけど、その時のね記憶があるんですけど、あのその時に大谷さんからサインボールをもらったって言ってたんですって、私両親に。でも記憶になくて、私本当にと思って、いや言ってたよってお母さんが言うから、いや全然記憶にないと思って、で実家に帰ったタイミングでめちゃくちゃ数あるサインボールを漁いまくって、どれだっけと思って、その日ハムの時の大谷選手のサインね検索して、画像をで探しまくってたの。ありました。長谷川直筆サインボール持ってた。びっくり、自分が一番本当だと思って、世界の大谷さんのサインボール、しかも直筆が持ってました。嬉しかったです。はいっていうお話です。びっくりしちゃった、持ってたんだと思って。じゃあ本当に記憶があんまなくて、投げた記憶はあるんですけど、嬉しいですね。あげないですよ、絶対誰にもあげないっていうの書いた時に見つけたの。あとね、お魚釣り行った、実家に帰った時、魚釣りが好きだからさ、おじいちゃんに連れてってって言っても、朝早く魚釣り、ただねやっぱまだ時期じゃないから何にも釣れなかった。フグばっか、竿を入れてピクピク巻いてみたら、フグフグって思ってリリースですよね。まあ、釣れた感触だけ味わえてよかったですね。フグさん豆味が欲しかったれな、味好き、もう豆味カラッと揚げて食べるのが好きでしたね。フグでした。フグさんをさよならしちゃいました。海に返してあげた。でも楽しかったです。
あ、そうだ、あとあれですね、第4部サードライブ決定しました。嬉しい。なんですが、今回長谷川は出演ができなくてガビーンって感じなんですけど、はい、ぜひね、あの今日ね、公式さんでも電音部の公式ツイッターでもお知らせというか、あのツイートされてましたけど、すごいたくさんね、あのチケットのご購入をしていただけたということで、ありがとうございます。でもどん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 ね、電音部も広がってきていて、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、あのそのライブ当日はね、あの同じくあの堀越瀬名ちゃんも出演が不可ということで、瀬名ちゃんと一緒に舞台とはつがよねでさん頑張っていますんですが、いますんですが、あの気持ちはもう、あのサードライブ決定してます、日にちここです、長谷川さん出れませんって聞いた瞬間にからも気持ちはあの原宿エリアに送り続けていますので、お二方、先輩お二方に原宿を任せて。いやでもね、ほんとなんとかしてね出演したいなと思ったんですけど、うーんって感じですね。歌舞伎エリアも集合ということで、すごく楽しみです。ぜひぜひ皆さん、電音部の応援これからもよろしくお願いいたします。そしてね、あの今月行われる D4DJ さんとの対バン、QUIN D4DJ VS 電音部の開催もね決まったということで、近づいてきましたね。そして電音部の新エリアの参加も決定ということで、長谷川もどうなることやら、ちょっと楽しみです。ぜひぜひ皆さんも楽しみにしていてください。そう、あとね、めちゃくちゃたくさんいろいろあるんですけど、皆さんにいいお知らせができそうです。言わないけど楽しみにしていてください。よゆりえさん、イートスリープダンス歌う気満々でした。ゆりえさん、シアの曲が歌いたいってずっと言ってくれて、聞いてみたいですけどね、他の方が歌うシアの楽曲気になっちゃう。そう、最近の私はね、もうナルトばっか見てて、今シーズン5まで行ったかな。なんかね、やっぱね、見てると記憶にある場面とかね、ところどころあります。あ、懐かしいな、記憶にあるなっていうところが多いですね。あ、あとあれ見ました？ポップンロールさんの百問百答見てくれた？ハンバーグ笠井さんが初訪問ありがとうございます。ムモピママさんありがとうございます。見た、ありがとう。100問も答えることなんてあんまないからさ。ねえ、あれびっくりしなかった？私が一番びっくりしたんだけど、どこだっけな、何問目だろう。なんか最近びっくりしたことみたいなところに、おじいちゃんが泥棒を捕まえたっていうね。あ、そうそう、それそれそれ、びっくりしちゃった。これね、本当にドキドキしたの。なんか誕生日前日に、あの連絡が来た、家族 LINE で、おじいちゃんのところに泥棒が来たのって。で、私もう秘宝だと思ったの。おじいちゃんが刺されちゃったとか、なんかもう怪我したんじゃないかと思って、え、誕生日前日にこんな知らせやだって思って、え、大丈夫なのって連絡したら、あ、違う違う、おじいちゃんが捕まえたのみたいな。え、捕まえたと思って、もうね、本当にびっくりした。よかったです、無事で。もうびっくりよ、おじいちゃん。なんか生まれ変わったら何になりたいみたいな、何人になりたいみたいな
あったんですけど、まあ、草か昆布って答えましたよね。これは昔から変わらないです。人にはそんな生まれなくていいですね。草か昆布になりたいです。これ性格出ますよね、ほんと。ほーら、静かにしなさい。昆布になりたいです。昆布に一番なりたいかな。何が面白かった、なんだろうかな。あ、嬉しい。みんなさ、子供の頃から変わらないことっていうところね、なんとかなる精神って書きたかったので、それをね、なんだっけ、なんとなる精神みたいなごじっちゃったの。それをさ、公式さんの何ツイートのとこにコメントして、間違えましたってやったら、今見たら治ってます。仕事が早い、ありがとうございます。あ、そう、最近アボカドだアボカドにハマってて、今までちょっと苦手だったんですけど、急に食べれるようになって、しかもピーマンも好きになっちゃって、え、なんか苦手なものが今すっごく全部美味しいどうしちゃったんだろう、もう全部美味しくてびっくり。今日もアボカド食べましたね。明日も食べます。ね、味覚がちょっと変わったかもしれない。私、仕事の報告書で3月15日〇〇〇って書いて、うんってあると意識しちゃいます。ありがとう。ナイス意識。え、待って、ピーマン食べられる、食べれるの羨ましすぎやんって。え、食べれないの、ゆかこさん。あれれれれれマウント取っちゃう。食べれるようになっちゃった。もう美味しくて美味しくて仕方がない。ピーマン美味しい。あれもなんだっけ、わあ、名前忘れた。なんだっけ、あれだよ、あれ、青い草なんだっけ、名前忘れちゃった。誰かわかんないかな、中華料理のやつ、草、あの茎、あー名前なんだっけ、青い草、青って書く感じ、なんだっけ、なんだっけ、パクチーじゃない、青、あの青って感じ入ってた気がする。料理名、料理名、うわ、なんだっけ、中華料理を、中華、中華、空心菜、空心菜かな、あれ空心菜かな、新元菜、なんか色なんだって分かんないな。チンジャオロースではない、あれどれ新元菜、新元菜かな、あのあれよ、あのニンニクとかで味付けした草八宝菜、それ八宝菜、八宝菜かな、八宝菜じゃないな、え、なんだっけあれ、八宝菜、八宝菜、え、なんだっけ、八宝菜じゃないわ、空心菜、あ、空心菜かも、あ、空心菜だ、空心菜ですです、これ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 にもさ、ハマっちゃって、てか私緑の食べ物が好きすぎちゃってさ、
やばい、ブロッコリー大好きでしょ、キュウリ大好きでしょ、アボカド好きでしょ、レタス好きでしょ、キャベツ好きでしょ、あと緑何、でもその空心菜でしょ、緑、でもとにかく緑の食べ物が好きなんだなってした。青入ってないや、確かに。なんで青って文字を覚えてたんだろう。失礼、ごめんなさいね。私今さ、すっごく、あ、セロリはちょっと苦手だ。今ね、すごくめっちゃふざけたことやりたい。いや、なんかあれ、あの、なんていうの、ギャグというか、4人ぐらいでふざけ合いたい。なんかそういう企画立ててる人いない？いたら、あの、仕事ください。それやりたい、今ふざけてやりたい。そう、コントみたいなことやりたいな。なんかめっちゃダサい服着て変なことやりたい、真剣に変なことをやりたい。うん、今そんな気分。ナスもね、まあ食べれる。でもまだ美味しいとまではいかないな。でも食べれる。いつも真面目なんでって。いつも真面目にふざけてるよ。ユニフォーム着ようよって着たいね、ユニフォーム。頑張ってね、コウスケ。事務所の先輩みんなノリいい良さそうやし、誘ってみたらって。え、クロコダイルでやるのもありだな、やりたいな、面白そう。スタートレールの中でテンション上がる曲はの質問で、アステラインのタイムマシンって答えたね。やっぱ可愛いしね、盛り上がるし、私もうわーってなる。発狂までいかないけど、なんだろう、来たーみたいな気持ちになりますね。いや、新しい学校のリーダーさん本当にかっこいい、素敵、好きです。眠くなった？眠くなったの？なんで？どうしたの？静かになって。ゆかちゃんが場所取っちゃったね、ルキタンの場所。あやま、かわいい、ルキタン、ルキタン出したの。めっちゃ毛抜けるじゃん。さっきブラウジングしたのに、おけけすごい抜けるんですけど。ルキタン、ルカさん、暑いの？そこ入って。暑いの？でも本当は暑いね。だんだんもう夏だね。よいしょ。ルーツの曲は刺激強いって、好きですね。ルーツ来たって。唐突やけど、フルムーンとチェンジのこれサブスクかな？公開ずっと待ってるって。いやー、確かにそうだね。されてないね、今思えば。ルーツは野球に関するメンバーが集まったみたいだね。そうですね、確かに。何しか為替が一生愛してる、ありがとう。あなた様のこと尊敬する人ってホームページに書いたんだ。書いたからもっと活躍してください。え、そういう感じ？そういう感じで来る？
ホームページに書いたの？見てみよう。うん。こんばんは、バンフィーさん、こんばんは。新潟からこんばんは、おつやさん、こんばんは。な、B アイドルのグッズ買いました。ありがとうございます。本当だ、尊敬する人、長谷川里奈さん、胎内出身声優、ありがとう。あなたも頑張りなさいね、総学君だったらお互い頑張ろうぜ。ポンちゃんの尊敬する人はお母さんって書いたな。え、やばい、うちの子今めっちゃ可愛い状況だから、ちょっと写真撮ろう。載せません、これは家族 LINE に送ります。こっち向いて、ルカルカルカルちゃん、ルカちゃん、ルカちゃん、こっち向いて、かわいいね。こっち向いてください。あー、かわいい、こっちこっちこっち、ねえ見て見て。あー、ルキタン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 、どういう状況それ、今どうなってるの。あなた、あらららら、らかわいいですね。うちの子かわいい。あー、ウィンクいただきました。かわいい、ルカちゃん、はいはいはい、かわいいですね。ゆきたん、ゆきたん、こっち向いて。なぜそんなことする。あー、ウィンク、ありがとうございます。かわいいね、かわいい、好き。よっ、乗せません。やばかって、いやー、だってかわいいもん。ルカさん、ルキさん、かわいいよ。今ね、カバの字で寝てくれるの、うちの子かわいいでしょ。ほんとにかわいい。あ、おてておてて、なめなめ、かわいいね、ほんとにかわいい。なんでそんな狭いところにいるの、かわいいね。うん、しょ。ネカレキの触れ合い会ないかな。ありません、それは絶対ありません。かわいいよね、ほんとかわいいよ。よかったね、はい、とっても。瀬川なんだよ、瀬川って言うなよ。お行儀いいのねって、お行儀は良くないですね。帰ってきたらテレビがひっくり返ってました。どっちがやったんだ、私は分かっている、ルキーだろ、絶対ルキー、ルキーがテレビをひっくり返した。どんなバッテ買ったの、見てみたい。ピンク、ピンクのバッテ買った。はじめまして、桃太郎だって。うわ、アイス食べたくなるね。これは新潟県民しか分かってもらえないな。桃太郎、アイス食べたくなってきちゃった。アイス食べたいな。ルカルちゃんは人見知りする感じ、基本しないけど、時と場合による。なんか、なんか苦手な人は苦手みたい。テレビ無事でした。ただ床が削れました。大変じゃない。ちょっとどうしてくれるの。やめて、傷つけないで、お家を。怒られるの私なんだから。ネスパスで食べたよって、よかった。待って、今何時？はい、1時間したらやめます。始球式のオファー来てないと思う。来て、今年来て。まあ実はね、コロナ禍で来てたんですけど、ちょっとなくなってしまいまして。お願いします、今年こそ投げたいです。お願いします、やりたい。お願い、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 言霊信じよ。長谷川里奈、今年始球式やります。 OK、 宣言タイプよいしょ。
アルビの偉い人始球式オファー出せよほんま、ほんとそれな。ちょっと投げたいな。誕生日おめでとう。なんで急に。ありがとう。誰の、私、ありがとう。ジャンクで戦ったビッグブスにお願いするしかって、いやん投げたいですって。長谷川も頑張ろう、もっともっと頑張ろ。んよいしょ。今後ですね、私長谷川玲奈ショールーム配信をほぼゲリラ配信にしようかと思っていますので、事前告知今日はしましたけど、もうあんましないです。よっぽどなことがなければ。まあ映像の時とかね、なんだろう、番組チックなことをやるときは告知しますけど、基本もうやりたいときにちょっとやっていこうかなと思いますので、ぜひ皆さんこのルームをねフォローしてくださったら、通知がね行くように設定していただけたらなと思います。ぜひぜひゲリラ配信しまーす。面白くて良きってこと。お風呂入ってる時に配信してたら泣く。長谷川お風呂にもさ、タブレット携帯持ってっちゃうタイプだからさ、良くないかな。でも長風呂派だからさ、お風呂入ってる時もね動画見ちゃうんだよね。良くないのかな。でも実家に帰ってるとさ、やっぱ生活習慣が良くなってさ、長谷川家すっごくね生活リズムが美しいんですわ。6時半にみんな起きます。はい。でもね、自然と家に帰ると6時半に起きちゃう。あんまりね、私の仕事上6時半に起きることってそうそうないんですけど、あっちにね、実家に帰ると6時半に起きて、やっぱね朝早くから起きるとね夜眠くなるのよ。なのでまあ10時までには寝てるかな。本当にねみんな早いの寝るのが。でもね自然と寝れちゃうし起きれちゃう。しかも私朝からめちゃくちゃ食べる派なので、こっちにいる時はさ朝からご飯作るのちょっとだるいし、なんかまあお昼まで我慢すればいいかみたいな感じになるんですけど、やっぱ実家に帰ると朝起きるとね美味しいご飯があるわけですよ。私めっちゃ食べちゃうから、朝からねご飯2杯は絶対食べます。そう、本当にねあっちにいるとお腹いっぱいになれるから幸せです。野球してると家族みんな生活リズムめっちゃ早くなるよね。やっぱそうなのかな、わかんない。もうどうなんだろう、長谷川家が早いだけな気がする。私夜より朝の方が食べれる派だと思う。本当に朝めっちゃ食べれちゃうんですよね、なぜか。親御さんがいっぱい作ってくれるんでしょ。それはもちろんなんですけど、基本私朝ごはん納豆ご飯しか食べないんで、納豆を2杯食べますね。ルキタン、レナちゃんの髪を食べないの、はげちゃうでしょ。髪の毛なくなったらどうするの。食べないで。よっ、ルキはレナの髪の毛食べるの、やめてほしい。多分毛づくろいしてくれてる感じなんだろうけど、それは嬉しくないんだ、ごめんね。気持ちは嬉しい。おかずは何食べる。おかずいらないんだよな、納豆があれば。はい、納豆です基本。この配信が終わったらあくび出た、ナルト見ます。納豆ご飯は最強。それな、待って、寝ちゃわないように文面考えようツイートする。さっき下書きしたけどちょっと途中なんだよな。
ご協力案件生誕祭のコーナーで皆様からいただいた質問にお答えしたく質問募集をさせてください。たくさんたくさんコメントしてください。過去学生時代の質問に限るに限る。例、どうして野球部に入ったのか、成績はなどなど。なお、回答については生誕当日にお答えします。で、よき、これをツイートしますね。そこに皆さんぜひぜひ質問書いてください。まあ、このままどうして野球部に入ったのとか、成績は、音楽祭の時何歌ったの、体育祭は何組だったの、どんな生徒だった、野球部以外に入ってた部活はありますか、とか。リプでコメント、このままツイートする下の方にたくさんたくさん質問してください。見よ、待って、明日の天気は、あ、ルキちゃん来た、かわいいね、お、すごい毛抜ける、ルキちゃん、なんでそんなにお毛毛抜けるの、季節の変わりだから仕方ないね。で、明日の天気は晴れ、やった、晴れがいいよね、本当に晴れがいい。真四角も毛抜けた、みんな毛抜けるのって、仲間がいっぱいでよかったですね。ねえ、るきさん、かわいい、何やってもかわいいよ。ね、黄砂私分かんなかったんだよね。え、明日が黄砂なの、今日だと思ってた。え、明日なの、よいしょん、ねえ、そうだよ、新潟ね、雨ね、新潟やっぱ相変わらず天気がちょっとあまり良くないですね。まあでも台南市晴れ模様だな、来週ずっと雨だ、イエーイ。今日夕方降った、あれ本当、あれ、あ、みんな雨じゃん、え、ここ、あれ、みんなどこにいる人たちあれ雨、あら、バイク砂まみれって、ね、車とかね、そういう乗用車持ってる方はね、黄砂見る機会があるというか、黄砂やだね。あら、今日降った、気づかなかっただけ、ちょうど気づかなかったのかな、よいしょ、あ、ね、聞いて聞いてってしか言わないんだけど、あの、見えないと思うんだけどね、クレヨンしんちゃんのパジャマ半袖バージョン買いました、イエーイ。新潟に帰った時にしんちゃんのパジャマ大好きなので、でも大人用がなくて子供用の150を久しぶりに買いました。でも全然普通に着れた、長谷川お洋服150です。でも今日さ、あの、クレヨンしんちゃんのツイッターがリツイートして知ったんだけど、ドンキホーテでクレヨンしんちゃんのパジャマとかトレーナーが
販売してるって知って、めっちゃ可愛かった。白が欲しいなと思った。あと黒のあれ何の柄だったかな。とにかくめっちゃ可愛かった。ダドンキホーテ行かなきゃと思って。しんちゃんのパジャマ、プライベートはリヴァイ兵長で、家ではしんちゃん。そうなの、リヴァイ兵長今日着てました。可愛いね、ルキタン。あなた超可愛いね。ルキタン、尻尾、鍵尻尾なんだよって。可愛いね。しんちゃんのパジャマ、ドンキで売ってるみたいね。あ、売るみたい。そうなの、気になる。めっちゃ楽しみ。ね、黒のやつ可愛いよね、あれ。黒可愛かった。でもなんか白の耳がついたさ、やつも可愛かった。フードついてるやつ。しんちゃんの映画は絶対見に行きます。 3D 楽しみ。23分よ。待て、改めてこの配信が終わったら、私長谷川玲奈のツイッターで生誕祭のコーナーでね、あの学生時代の質問を募集したいなと思います。長谷川に聞きたいことですね。はい、お願いします。たくさんコメントしてください。生誕当日お答えしたいと思います。はい、というわけでちょっとランキング読んでいこうかな。どこだ。はい、第13位田中津さん。お腹すく、なんか田中津串カツお腹空いてきちゃった。ありがとうございます。体重にゆかこさん叩いて。ワンちゃん元気？今寝てるでしょワンちゃん違うかな。ありがとう。そして第11位が朝木村上さん。ありがとうボールちゃん、最高、ありがとう。そして第10位がチリゾウさん。アファーク、ありがとう。アヒルさん、どこまで行ったっけ。第9位だ、サミアスカさん。ありがとうございます。サミアスカさんのアバターはずっとそれですね、変わらない、ありがとう。そして8位が八王子のタッキーさん。天使、ありがとうございます。パチ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 。そして7位がクッキーモンスターメガネさん。久しぶりに USJ に行ったらどうです、新しいメガネが売ってるかもしれない、ありがとうございます。そして6位がヨシキさん。タイナではありがとうございました。わざわざぜひね、7月8月も来れたら来てください。なるちゃん、めっちゃんこ可愛かった。でもなるちゃんよりね、あのルカちゃんの方が重たい体重絶対。近頃ちょっと健康診断に2人を連れて行きます。そして5位、近藤和弘さん。ありがとうございます。どこだ、いた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 、ありがとうございます。かわいい、シナモンみたい。あ、だからか、まほちゃんだからね。ありがとうございます。ぜひぜひ長谷川のイベントの方にも参加してください。そして第4位が休眠中、もう寝よっか、これ終わったら寝てください、おやすみ。そして3位が負け犬と散歩さん。いつも本当にありがとうございます。これからもぜひぜひよろしくお願いいたします。お仕事頑張ってください。そして2位が小五郎さん。いた、小五郎さんいた。ぜひぜひ小五郎さんも、小五郎さんはね、たくさんイベントに来てくださるので嬉しいです。お手紙も書いてください仕事増やすありがとうございます。そして1位シャマシカクさん、いつもありがとうございます。ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。ということで、壇上にね上がってない皆さんも配信を見てくださって本当にありがとうございます。お星様、ギフト、コメント、すごくすごく嬉しかったです。これからはちょっとゲリラ配信が多めとなりますので、ぜひ通知をオンにしてね、こちらのルームのフォローの方よろしくお願いいたします。というわけで皆さんがこの後することは、私のツイッターに飛ぶこと。というわけで皆さん、おやすみなさい。またねー。